こんにちは、田村ゆかりです。オリジナル王道ファンタジーロストソングにフィーニス役として出演させていただきます。今回私が演じるフィーニスは、とある王国の17歳の歌姫という設定です。彼女には奇跡を起こす不思議な歌の力があって、その歌をめぐって争いや悲劇が巻き起こる壮大なストーリーが展開しています。一体彼女にどんな運命が待ち受けているのか、それがこの物語の鍵になっていると思います。王宮に閉じ込められているフィーニスの淡い恋心や素敵なロマンスにもぜひ注目してくださいね。歌をめぐるファンタジー作品なので、やっぱり歌に注目していただきたいですね。フィーニスは歌で奇跡を起こすことができるので、私もこの作品に奇跡を起こさないとという意気込みで頑張っています。実はもう何曲かすでに歌わせていただいたんですけど、どの曲も素晴らしい楽曲を用意していただいて、とても気持ちよく歌うことができました。皆さん期待していてくださいね。星だけじゃなく、きっと見ている皆さんの運命も変えてしまう、そんな物語になっていると思います。皆さん期待していてください。田村ゆかりでした。さようなら。こんにちは、凛役の鈴木好美です。今回声優に初挑戦させていただきます。すでに昨年からレッスンを積んでいるところなんですが、いざマイク前に立つと自然にお話しするのが難しかったり、苦戦しつつ、違う人物に声だけでなりきれるというところがとても楽しいなと思っております。もうすぐ収録も始まるということで、今とてもドキドキしています。私の演じる凛という子は田舎育ちの食いしん坊な女の子です。ちょっとドジなところがあるんですが、とても元気いっぱいで前向きで、そして何よりも優しい女の子です。凛もフィーニスと同じように歌の力を持っているんですが、その歌の力と、仲間と共に大きな運命に立ち向かっていくという物語になっています。素直さが凛の一番の魅力だと思うので、そこを特に大切に演じていきたいです。凛はこの作品の冒険担当です。凛の歌に惹かれて、幼馴染の発明家だったり、掛け事が大好きなナイスバディのお姉さんだったり、個性的な仲間がたくさん集まってくるので、そのキャラクター同士の関係性も楽しんでもらえたらなと思っています。音楽も世界観の作り込みもびっくりするぐらい素敵なので、私も冒険を一緒にするのがとても楽しみです。ぜひ凛と一緒に皆さんも壮大な旅に出てください。よろしくお願いします。